森口製粉製麺、唐辛子辛口カレー麺、棒状乾燥麺に粉末スープがついています。麺は角断面でエッジは明快です。分類としてはうどんですが、大きさは太いラーメン程度で、うどんとしては細いです。指示通り合計で7分茹でるとちょっと柔らかくなりすぎのように感じますが、一応の歯ごたえは確保しています。麺にカレー粉と唐辛子が練り込んであり、麺だけでもピリピリした刺激があります。スープはマイルドなカレー味で、ちょっと曖昧な印象の味です。混ぜ物というかカルシウムの添加が多いように感じます。麺が結構辛いので、一応はバランスが取れていると思いました。旨味は和風で必要十分です。ちょっと単調な味でもあるので、肉や野菜を入れる方がいいでしょう。